ビンゴ。では、行くとしますか。もう少しで終わるぞ。ああ、もう現場は見なくていいか。うん、大丈夫。了解。じゃあ一緒に署に戻るか。ああ。はあ。しかしなんだろうな、この山猫ってのは。うん？山猫三条ってわざわざ書き残して。はあ。怪盗気取りの盗人が舐めやがって。な、絶対捕まえてやろうぜ。ああ。マリ、福原、先に署に戻っててくれないか。ははまたあの記者か。え、あ、いや、まあ。か、お前は本当に。マリ、森田課長には内緒にしててくれ。わかってるよ。でも課長も最近気づいてる感じだぞ。やっぱり、うん、俺も最近薄々バレてるんじゃないかなと思ってる。だったらやめとけよ。だな。まあ、でもその記者の情報で助かった部分もあるけどな。うん。まあ、渡す情報のラインを気をつけろよ。サンキュー。おう、ほんじゃ、お先。あ、もしもし。もしもし、勝村です。お疲れ。お疲れ様です。ニュース見ました。ああ、今回はどんな感じですか。3億。おお、さすがですね。さすがって。山猫三条の文字は今回も。ああ、くぅ。あ、今度その文字の写真とかって撮ってもらえないですかね。お前楽しんでないか。え、山猫の事件。あ、いや、俺が渡す山猫の情報がお前が書く記事の評価につながると思って可能な範囲で他より早く開示してる。はい、いつも助かってます。ありがとうございます。でもそれはお前が山猫の本性を暴くことと俺が山猫を検挙することの思いが一致したからだ。はい、お疲れっす。いいか勝村、俺は刑事だ。もうただのお前の大学時代の先輩じゃない。はい。そして山猫は犯罪者だ。義賊を気取ってるがやってることは窃盗、警察の敵だ。あいつの行動に興奮などするな。はい、すいませんでした。今日の時点で公開できる情報はもうない。はい。で、そっちは。え、いいじゃねえだろ。山猫に関しての最新の情報を渡した。今度はお前が俺に情報を渡す番だ。はい。山猫に関して何か分かったことは。いや、特に
進展は。だろうな。そんなことだろうとは思ってたよ。すいません。うるせえな、お前は。うるさいって何よ。うるさいはうるさいだよ。早く払ってよ。今手持ちねえもん。はあ？昨日3億手に入れたお子がなんで手持ちないのよ。ないもんはないんだよ。だからなんでないんだよ。なんでだろうな。こんなクソ猫が。いや。待て、山猫。もしもし、勝村？あ、はい、すいません。じゃあ、また何か情報が入ったら連絡してこいよ。今のところ俺の方が一つ多く情報を渡してるからな。見つけました。は？何を？山猫を。は？だからごめんって。ほんとふざけてる。お前がそこまで気が回らないやつだと思わなかったわ。だってお金のことはぐらかすから。はぐらかしてなんかないだろ。そうだったとしても街中で俺の名前をあんなでかい声で呼ぶか。完全に変なやつついてきちゃってるじゃねえか。あの挙動不審な感じ、尾行慣れしてない感じがかわいい。は？尾行のやり方教えてあげたくなっちゃう。バカじゃねえの。あれ？焼いてんの？焼くかバカ。勝村。あ、先輩。どこだ？今、あそこを曲がったサングラスの男です。本当か？はい、まだ顔は見えてないんですけど。尾行、バレてないだろうな。はい、完璧です。よし、行くぞ。はい。こっちです。どこまで行くの？ん？まあ、この辺でいいか。どうする気？リカ子、お前先にバーに戻ってろ。大丈夫？俺を誰だと思ってんだ。行け。お前、いっつもこれ持ち歩いてんの？私、このお面かぶる猫ちゃん大好き。ああ。山猫か。ふざけてないで答えろ！もし俺が山猫だって言ったらどうすんの？逮捕する。なんで？山猫ってニックネームなだけで？任意同行を求める。任意でしょ？拒否します。いい度胸じゃねえか。まあでもそんなもの取られたところでって話なんだけどね、桐島刑事。どうして俺の名前を？それは俺が山猫だから。待て！